毎日新聞伊藤、謝れ石丸真嗣。毎日新聞伊藤友中の悪口記事にぶち切れ、まさかのコメント発表。どうもコウスケです。本日は昨日石丸真嗣さんミートアップライブ配信を行ったんですけれども、いろんな話されて、まあ、スパチャ読まないみたいな新しい試みやったんですけれども、その中で一番ぶち切れた、一番熱量多かったところが、毎日新聞伊藤っていう記者に根も葉もない悪口記事ボロクソに書かれて、でぶち切れてるシーンありますんで、その伊藤さんが実際どういう記事書いたのか、どういう面してんのかね、合わせて確認していきたいと思いますので、石丸真嗣さんのブチ切れシーンから深掘りしていきますので、最後まで、ね、ご覧いただきたいんですけれども、あのね、この前毎日新聞の1時間のインタビューを受けたんですよ。で、あれ時代はあの方は田中さんだったかな、田中さん、うん、すごい覚悟を持って臨まれましたし、うん、なかなかいいディスカッションができたんじゃないかなと思います、うん、その一方でですよ、うん、あの中でもインタビューの中でも触れたんですけど、毎日新聞というものの体質、これは極めて質が悪いと改めて今日ここで断罪しておきます。これもよかったら、あのぜひ、ね、こたつ記事書いてください皆さん。なんなら、はい、もちろん配信させてもらいますよ。石丸さん、毎日新聞撮ってる人も毎日新聞撮るのもやめちゃっていいです。これは毎日新聞書いてください。毎日新聞結構ネットの話拾って記事書いてますよね。うん、書いておいてください。はい、論説委員、何か出しましょうか。この方、伊藤友永という方ですね。さん来ました。伊藤友永っていう記者ですね。ちなみにどんな面してるかというと、こういうすっごい腹立つ顔してますね。この顔覚えておいてくださいね。こいつが言います。この人がどういう記事書いてたかって言うと、これ、これも後で概要欄に貼っておきますね。これ、ちょっと、さすがにこれは、まあ、ちょっと読んでみましょうか。165万票を獲得した石丸真嗣とは何者か、告示後これは2位に入るかもしれないと調べ始めたが、むなしくなったのでもうやめた出だしからすげえなと思って、あ、そうですか。これ7月13日の記事です。公約は曖昧なのに、SNS や動画サイトで若年層や無党派層の支持を集めるポピュリスト、言うなら民主主義のハッカーか。ハッカーとは良いことであれ悪いことであれコンピューターを駆使して常識外れな目的を実現させるもののこと。この人何なんですか、僕に喧嘩を売りたいのかなまあこれ会員にならないと続き読めないんですけど、読めるところまで行くと、しかし石丸氏は動画投稿サイト YouTube など SNS でせっせと発信し拡散を呼びかけただけ、高校生でもやってるっていうところまで読みます。これが毎日新聞の本性ですよ、本体ですよ。大丈夫ですかこれ、新聞としての価値あります、この論説委員に価値ありますか。完全にブーメランじゃないですか、この伊藤さん。ここに書いてあることそのまんまをご自身がされてますよね。ほんと虚しくなります、こんな新聞読むと、うん、だから売れなくなってるんですよ毎日新聞。分かってます、あの田中さんとのインタビューの時に確か政治部の副部長いらっしゃいましたよね。この深刻さ気づいてますか。あの時に言いましたよね、ヒロビに出てる論説委員がいると、で演説が下手だと言って、言いのけてたと。まあそれは感想なんで構わんちゃ構わないんですけど、じゃあ上手い演説って何ですか。何千人何万人集める、そしてそこから投票行動に結べる、165万票を得たんですよ。これで演説が下手だったらどの演説が上手いんですか。言い返せないでしょ、うん、なんだっけ、あと公約は曖昧なのに、公約は時間軸で短期中期長期分けて3本の軸として、そしてそれらに3つのポイント全部で9つでまとめてますが、どこが曖昧なんですか。でそれぞれ解説した動画も出してますよ。見てないですよね、読んでないですよ、うん、確認もしてないのに悪口を言って本当レベルが低いなって思います。これ論説委員のやる仕事じゃないでしょ。それこそ高校生でもできるし、なんなら中学生小学生の悪口レベルです。毎日新聞の論説委員がやってる仕事がそうです。断罪しておきますって思いませんか。ということで、昨日の石丸真嗣さんめちゃくちゃブチ切れてましたね。もう一回記事改めて見ていきたいと思うんですけども、これはね、石丸真嗣さん切れるのも無理はないと、先ほどの動画の概要欄にもありますし、で公約の動画もちゃんと載せてるんですよね、短期中期長期と。でこちらがその伊藤さんの石丸現象の冒険ってやつね。これも多分ページビュー稼げるからって言って過激な見出しと導入やってんだと思うんですけども、メディアとしてやってること本当もうクソみたいな迷惑系 YouTuber とやってることこれ同じですから、もう一回見ていきたいと思うんですけれども、東京都知事選で約165万票獲得した石丸真嗣とは何者か、告示後これは2位に入るかもしれないと調べ始めたが虚しくなったのでもうやめた
てめえの感想いらねえわ。何様なんだ。てめえが自分をアピールするようなことすんなよ。たかが記者がよ。公約は曖昧なのに、ネット交流サービスや動画サイトで若年層や無党派層の支持を集めるポピュリスト、大衆迎合主義者、言うなら民主主義のハッカーかと。ハッカーとはいいことであれ、悪いことであれ、コンピューターを駆使して常識外れな目的を実現させるもののこと。なんだこの時代遅れのジジイは。SNS 使うなんて当たり前だろ。SNS 使うことがハッカー。おめえ昭和初期か。で、その後、ここから有料記事、登録しないと読めない。なんでこんなやつって1円も払いたくないでしょ。逆に金払えって話ですからね。YouTube などで SNS でせっせと発信、拡散を呼びかけているが、高校生でもやっていると。高校生でもやってることが、この昭和初期生まれの老害どもはできないでしょ。老害どもはね、自分ができねえから、ね、石丸さんがやってる SNS を使った、革新的な政治活動を批判している。単なる小学校幼稚園児の悪口以下ですね。こんなやつの記事、もうほんと便所の虫以下の価値ほどないから、もう読む価値もない。僕がトイレの時にお尻を拭く紙にだったら使ってあげてもいいかな。それでも金出して払いたくないレベルです、これね。で、その後こちら、石丸現象の失敗ってね。何様でこいつマジで。今や国家目標と化している出生率向上、その対策として一夫多妻制導入や、遺伝子操作を提案する自称政治家を初めて見たと。これ、恨みでもあんのこいつは。な、家族を石丸さんに殺丸されたのこれ。東京都知事選で約165名を票獲得した石丸慎二。今すぐにではなく、100年先を目指し社会を変えると言い訳したが、どんな思考と理念の持ち主かは、これで十分。皮肉なのは、その正体が選挙後あれだけ適したテレビのバラエティ番組で明らかになった点。石丸現象は、候補者と有権者がメディアを介さずネット交流サービスで直接繋がる新しさがもてはやされた。いや、SNS をやってない人の方が、もう古すぎるでしょこれ。石丸氏は自分が何をするかほぼ語らず、変えるのはあなたですと一人一人にさせかけたと。っていうひどいですよね本当にこの人ね。でもう一回こいつ何者なのかって深掘りしていきたいと思うんですけれども、まあ、本当腹立つ顔はしております。伊藤智永、東大文学部卒と。なんか勉強はできそうだけど、友達いなそうな顔はしてますわね。1986年毎日新聞社入社と。で、浦和支局を振り出しに91年政治部、経済部、福岡報道部デスク、外信部を挟み現在まで中田町、霞ヶ関を取材。これなんかね、金使って書かされてるような気がしますよね。石丸慎二に敵対してる勢力にね。たかが情報を伝える一記者の文在で、何石丸さんの政治のやり方を批判してんだとこいつは。何様なんだこいつはって話ですけれども。こんな奴が私の意見とかほざいてんじゃねえよって、まず思いますけれども。ムカつきますよね、ほんとね。言ってることも石丸さんも言ってましたけれども、単なる小学校中学生の悪口レベル、誹謗中傷ですから、毎日新聞撮ってる方、あんまいないと思うんですけれども、なんかかなり売り上げ下がったって石丸さん言ってましたから、毎日新聞はこいつが石丸さんに対してひどいことを言ったので、やめますって、電話でも、何でも言ってくれれば大丈夫ですね。毎日新聞撮ってる方がこいつが石丸さんの悪口をボロクソに言ったんで、私石丸信者としてはもう許せませんので、毎日新聞はもう購読を解約しますっていう声が多ければ多いほど、この人に対してのネット社会のバッシングは多くなってきますから。ということで、昨日の石丸さん、やっぱり僕もずっと表情見てたんですけれども、本当にブチ切れてました。やっぱり立場ある方なんで言葉は選んでました、きしってね。ただもっとボロクソに言いたかったと思います、正直心の内はね。ただそこはオブラートに包んで、あそこら辺が石丸さんの優しさなんですけれども、ただ我々はこれ黙って見過ごすことはできません。こいつはちゃんとね、この記事撤回して謝罪していただきたいというふうに思いますよね、これはね。ということで、石丸さんのライブ配信、また注目の点ありましたら、コースケ TV の方でも一個一個深掘りしてね、石丸さんの怒りをさらに、皆さんにねお伝えしていきたいと思いますので、チャンネル登録、コメント、高評価いただけますと非常に嬉しいです。では最後までご視聴いただきありがとうございました。